どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では関西広域連合の滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、徳島の2020年度の問111から120までの過去問の解説を始めていきたいと思います。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。まずは111番ですね。第5章の続きですね。ここからまたさらに難しい問題も何個か出てきますので、皆さんね、頑張っていきましょうね。はい、では行きましょう。はい、では問111番です。医薬品副作用被害救済制度に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。いやー、これちょっといろいろ難しくないですか？そうなんですよ。これ、第一章の復習を皆さん、第一章ですね。第一章の復習をしっかりとしていただきたいなと思います。なので、A、B、C、D、それぞれ正解なんですけど、これ結構難しいですよね。そう。なので、例えばですね、生物依頼製品の、感染など、感染と、被害救済制度だったりとか、あとはスモンだったり、HIV だったりとか、このあたりのところもですね、もう一度、復習しておいていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。大丈夫でしょうか？はい、ということで、問111番、5番が正解となりました。では次行きましょう。問112番です。医薬品 PL センターに関する記述について正しいものを一つ選べということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。1番は大丈夫でしょうか？この PL センター、製造物責任法の、内容ですよね。で、その PL センターが公平中立な立場で、被害者のですね、相談に乗ってくれるところになっております。なので1番は正解です。そして2番です。製薬企業に損害賠償責任がない場合にも、医薬品 PL センターの相談が推奨されますよとあるんですけど、製薬企業に損害賠償責任がない場合は、例えば国が助けてくれますので、なのでこれ2番は誤りですね。そして3番。医薬品副作用被害救済基金法の成立にあたり、国会の付帯会議に、決議により、成立が、求められ、解説されたとなるんですけど、まず、この PL センターに関しては、製造物責任法の PL 法がですね、国会の、参議院衆議院のね、決議によって決まったんですけど、なので、3番誤りなんですよ。で、医薬品副作用被害、救済基金法というのは、これは、この法律によって救済制度というのが創設されるようになりましたので、なので、PL 法は、PL センターになりますので、このあたり間違いないようにしておいてあげてください。ということで3番誤りですね。はい、そして4番。独立行政法人医薬品医療機総合機構と日本製薬団体連合会との合同で運営されている機関ですよとなるんですけど、医薬品 PL センターに関しては日本製薬団体連合会のみです。なので、この独立行政法人医薬品医療機総合機構ではございませんので、4番は誤りとなります。はい、ということで問112は1番が正解となりました。大丈夫でしょうか？はい、では次に行きましょう。今度は問113番です。医薬品、一般用医薬品の安全対策に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A はいいでしょうか。アミノピリンなどが配合されたアンプル入り風邪薬、このアミノピリンじゃなくて、例えばアスピリンって引っ掛けてくることもありますので気をつけておいてくださいね。はい、そして B の詳細孤島による感染範囲によって死亡を含む重篤な事例が起きたため、厚生省が医薬関係者に緊急安全性情報を配布したとあるんですけど、これ厚生省が配布したわけではないです。厚生省はメーカーさん、製薬企業に指示を出して、そして製薬企業メーカーさんが、緊急安全性情報を配布していく形になりますから、これ B は誤りとなります。はい、それから C と D はこれ正解なので、2番が正解となりました。ということで大丈夫でしょうか？では次行きましょう。はい、今度は問114番です。
一般用医薬品の安全対策や適正使用のための啓発活動に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A、B は正解、それから C、登録販売者は一般用医薬品を販売する医薬関係者として、医薬品の適正使用のための啓発活動に従事するよう法により義務付けられておりますよとあるんですけど、これ、啓発活動をすることを義務付けられているというところが誤りとなります。なので C、パスですね。それから D、国、都道府県、およびすべての市町村は医薬品などの適正な使用にかかる啓発や、知識の普及に努めるよう法に規定されてますよ。特にそこをね、なるべく努めてくださいねって なりますけど、ただそれを法により規定されてますよってところが誤りとなりますので、D は×ということで答えは3番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い115番です。一般用医薬品の添付文書で次の人は使用しないことと記載されている成分と対象者との関係の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。ここから医薬品の成分名が出てきましたね。いやー、こういう問題やっぱ多いですよ、多いですよ、頑張りましょうね。はい、でまずA なんですけど、アミノアンソコー酸エチルは、糖尿病の診断を受けた人というところなんですけど、アミノアンソコー酸エチルは、これは違いますよね。例えば、6歳未満の小児は使用しないでくださいね。だったら正解ですけど、なので、アミノアンソコー酸エチルは6歳未満の小児はダメなんだなというところをちゃんと覚えておいてください。はい。ということで、A は×ですね。まあ、ちなみに、糖尿病の診断を受けた人というところで、例えば、プソイドエフェドリン。ですね。プソイドエフェドリン。これはですね、糖尿病の診断を受けた人とかは使用しないでくださいね、とかっていうのがありますので、A は誤りですね。はい。で、B、C、D は正解なので、3番となりました。はい。このあたりもですね、例えば、D のアスピリンで出産予定日12週以内の妊婦さんとかっていうところもよく出てきますので、ちゃんと確認しといてあげてくださいね。はい。では次行きましょう。問い116番です。一般用薬品の添付文章に、目のかすみ、異常な眩しさを生じることがあるため、服用後乗り物または機械での運転操作をしないことと記載されている成分を一つ選べということで、はい。こちら答えは5番が正解となります。ピレンゼピンなんですけど、ピレンゼピンというのは、こちらちょっと書いてみました。ピレンゼピンは抗コリン成分です。そうなんですよ。そうなんですよ。なので、抗コリン成分として、こちらピレンゼピンは胃腸薬のところで出てきましたね。そうなんですよ。で、今ここで言ってるのは、目のかすみ、異常な眩しさを生じるっていうのはどういうことというと、目のかすみや異常な眩しさっていうのは、瞳孔が開いて、瞳孔がバーンと開いて、目にたくさんの光がガーって入ってきてしまうので、だから眩しくなってきてしまいますので、いわゆる瞳孔が開いてる三瞳を起こしてしまうんですよ。で、三瞳を起こすためには、要は瞳孔をバーンといっぱい開くためには、交感神経が高まっていないと瞳孔は開きません。だから、この抗コリン成分というのは副交感神経を抑制することによって結果的に交感神経が優位になるので瞳孔は開くので、なので、目にたくさんの光が入ってきてしまって目のかすみ異常な眩しさなどを生じてくるものになりますので、まずはそのようなつながりをちゃんと確認しておいていただきたいと思いますので、大丈夫でしょうか。はい、ということで問い116は5番が正解となります。大丈夫ですよ。でも間違えてもね、ここで、あ、そうだったなというところ、あ、そうなんだなとか、そういう形で確認していただいて、そして当日の試験間違えなければいいので、今ここでどんどん間違えて、そして自分なりにどんどんね、こう噛み砕いて吸収するようにしておいていただきたいなと思います。はい、では次行きましょう。問い117番です。一般用医薬品の添付文書にアルミニウム脳症及びアルミニウム骨症を生じる恐れがあるため、長期連用しないことと記載されているものの組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A、スクラルファート、それから C のアルジオキサ、この2つはアルミニウムを含む、アルミニウム製剤ですよね。だからアルミニウム脳症、アルミニウム骨症のリスクが高まってしまうので、アルミニウム製剤を選ぶ必要がございます。だから、スクラルファーとアルジオキサが、あ、これアルミニウム製剤なんだなって気づかなくちゃいけないんですよ。
そうですよね。スクラルファートもスクラルスクラールスクラアルミニウム入ってますよね。そうなんですよ。それからあとはアルジオキサもアルアルミニウム入ってますよね。ということでそんなところでぜひ、ちょっと言葉の中にアルミニウムという言葉が入っておりますので押さえておきましょう。はい、ちなみに B のヒマシューは3歳未満の人には使えなかったですよね。というところを思い出していただきたいですし、それからセトラキサート。セトラキサートは体内で代謝されますと、トラニキサム酸というものになりまして、トラニキサム酸が、こちら、血栓を作りやすくしたりするんですよね。なので、血を固めやすく、要は血栓たくさん作りやすくするので、もともと血栓を起こしやすい、血栓作りやすい人、血栓症のような人、そういった人に使ってしまうと、より作られてしまうので、リスクが高まっちゃいますよね。というところで、ぜひ、セトラキサート、これも胃腸薬のところで登場してきます。セトラキサ、トラネキサム酸は、これは、風邪薬のところでも登場してきますので、ぜひセットで押さえておいていただきたいなと思います。はい、ということで問117は2番が正解となりました。では次行きましょう。問118番です。一般用薬の添付文章に授乳中の人は相談することと記載されている成分の整合について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。はい、まず A の安息酵酸ナトリウムカフェイン、カフェインです。カフェインはこれはいいでしょうか。キサンチン系の成分ですよね。はい、それから B のメチルエフェドリン、メチルエフェドリンは、これはアドレナリン作動成分ですよね。そうなんですよ。授乳中の人相談しなければなりません。あとは、C のジサイクロミン。これ何でしたっけ？忘れちゃいますよね。そう、これは抗コリン成分なんですよ。ジサイクロミンは。それから D のトリプロリジン。これも何だったっけな？そうなんですよ。抗ヒスタミン成分なので、このあたりぜひ、これらの成分が何成分なのかというのを分かるようにつなげておいていただきたいと思います。はい、ということで118は5番が正解となりました。では次行きましょう。問い119番です。次の医薬品成分などと、その成分が主として含まれる一般用医薬品の添付文章で、相談することと記載されている対象の組み合わせについて、誤っているものを一つ選びましょう。というところで、はい、誤ってるのは3番となります。はい、ということでマルツエキスはむくみの症状がある人、マルツエキスというのは、これは麦芽糖でしたよね。大半が麦芽糖でした。なので、これ乳幼児の便秘に使うことができるやつでしたね。はい、ということで腸内細菌が活性化して、そのガスが発生することによって、腸内細菌の発生する副産物のガスがですね、発生することによって、それで排便を促していく働きがありましたので、なのでこれむくみの症状がある人というところでは、例えばグリチルリチン酸とかですよね。グリチルリチン酸というのは、体内に水とナトリウムが溜まって、そして、カリウムがどんどん捨てられてしまうので、水が体の中にたくさん溜まるのでむくみやすくなりますから、そんなところを気をつけておいていただきたいと思います。はい、では次に行きましょう。問い120番です。最後ですね。次の表はある胃腸薬に含まれる成分の一覧であると。いやー、こういう問題嫌ですよね。でもあるんですよ。頑張りましょうね、本当に。はい、そしてこの胃腸薬の添付文章の、相談することの項において、次の診断を受けた人の項目欄に記載されているものの正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。まずはこれいろいろ見ていきますと、水溶性アズレンとかアルジオキサとか合成ヒドロタルサイトとか、このあたりもアルジオキサ合成ヒドロタルサイトもアルミニウム製剤ですよね。だからなんかアルミニウム関係あるのかなって思っちゃいますよね。それからロートエキス、これはロートエキスはこれ抗コリン成分ですよね。そうですね、ロートエキスは抗コリン成分です。それから、鎮抗炭酸、カルシウムとか続いておりますけど、じゃあ、抗コリン成分のロートエキス、これ、いろいろ気をつけなくちゃいけないものがありましたね。そうなんですよ。それが D の緑内障というところに入ってきます。で、例えば A の糖尿病とかに関しては、これ相談することのところにはですね、例えばアドレナリン作動成分があったり、
それから、十二指腸潰瘍のところでは、例えば相談することだとアスピリンだったりとか、エテンザミドだったりとか、アセトアミノフェンだったりとか、そういったものを使っている人は相談してくださいね、とか。あとは、転換っていうのは脳の病気なので、転換っていうのは脳が興奮しすぎちゃうんですよ。で、バーっとこう、痙攣出ちゃったりということがあるんですけど、そんな、方に対して、例えば、ジプロフィリンなどのキサンチン系も脳を興奮させる働きがありますから、症状悪化してしまう可能性があるので、なので相談してくださいねというのがありますから、なのでぜひこんなところでは、ロートエキスの緑内障というところをぜひつなげておいていただきたいと思うので、問120は5番が正解となりました。はい、ということで、関西広域連合、今年はちょっと、この今年というか2020年度はちょっと難しかったですよね。なので、ぜひ間違えたところをしっかりと復習していただいて、そして次につなげられるようにしていきましょう。はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方、ぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、質問などをお受けしたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではここまで動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。あれ？はい、ごめんなさいね。